たもなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモロノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ！いでよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、加納足立義信が五代の末裔なり。信せねばなるまいぞ。ご下地を志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。猛虎どもの新手だ、切り捨て。
道は一つ。敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。いたぞ、あれが敵将。確保はできています。ここで決着をつけるぞ。名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。
誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。知れそう。ああ、おそらくは。太刀は？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほどの目ね。お目を出せ。少しならあるから、持って行って。何者だ。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。どうする。こっち待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。もうここに囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。兼田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。チュハロー。くぐって。うわ、きちくめ。今はこらえて行くよ。待って。消えて。まずい。隠れるところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。今だ。早く。安平だ。屋根に登るしかない。
戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやる。体じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。わし、当ててみよ。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。やめよ降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。守りの構えだ。よし、よいぞ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよう。
わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか？お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。良い切り返しだ。うまく避けたな。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか？あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ陣。腕を上げたな。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか？主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは？それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか？行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライ。馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか？道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。サムライボールショット。ザ敵近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。
much is ready. ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが、どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、カイドウは避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？どうどう、似合ってる。名をつけねばな。影、世を守る闇。城の中だね。